イングランド・フランス二重王国は、100年戦争中の、シャルル7世勝利王とヘンリー6世が、フランスの王位の継承をめぐって構想していた時期に、存在していた。シャルル7世の父シャルル6世は、1420年5月21日に、調印した、トロワ条約で、娘婿である、イングランド国王ヘンリー5世とその子孫に、フランス王位を与えることを取り決めた。 そのシャルル6世が死去した1422年10月21日に、この王国は始まった。これは、フランス王位を継承するはずであった正当なる着使、王太子シャルルを除外するものであった。条約は、フランスの三部会で批准されていたにもかかわらず、フランスの王位は譲渡することができないとする、かつて布告された王位継承法と矛盾していた。 ヘンリー5世の息子であるヘンリー6世はイングランドとフランスの両国王となったがイングランドとブルゴーニュ公国のみがヘンリー6世をフランス王アンリ2世として認めた。ヘンリー6世は1431年12月16日にフランス王として退官した。ヘンリー6世統治時代のイングランドの国章。 フランス王としてのヘンリー6世のデジュリの主権と、正当性はイングランド及び自らのフランス統治議会下での同盟、内市は支配下にあるフランスの領域のみから認められた。他方、王大使がフランス王として支配しているところは、ロアール一帯の南部であった。シャルル7世は、自らの使命をイングランドからフランスを解放し、かつ王大使を、 ランスで退官させるのを信じるジャンヌ・ダルクの支援によって1429年7月19日にランスにて退官した。1435年にローマ教皇の施設によってヘンリー6世への義理立てから解放されたブルゴーニュ皇、フィリップ全領皇はシャルル7世を正当なるフランスをとみなした。この有力なフランス貴族の裏切りによって ヘンリー6世のフランス統治は事実上終わりに達した。百年戦争を終結させることになった1453年7月17日のカスティオンの戦いでフランスが最終的な勝利を収めたことで二重王国状態に終止符が打たれた。イングランドはカレーを除くフランス領のすべてを喪失した。1453年までにシャルル7世は 唯一のフランス王となった。イングランド王家とフランス王家はフランスの世襲の主権をめぐって絶え間なく争ってきた。百年戦争は拡大し、両国の戦闘は大抵数年の一定した急戦を挟んで断続的に行われた。最初の時代はクレシーやスロイス等の著名な戦闘における大将によってエドワード3世の勝利に終わった。 エドワード3世の息子エドワードクロ大使は1356年のポワティエの戦いでフランス王じゃん2世全領王を捕らえフランス軍を敗走させた。1360年は最初の時代の終了と和平への機会を印象付けた。プレティニカレー条約でフランス王は王国の歳出の2倍に匹敵する身代金を条件に釈放された。加えて フランス王はエドワード三世にアキテーヌを譲渡した。このようにしてエドワード三世は以前の安住帝国の主要な広告の一つを回復したのである。しかしエドワード三世は自らの母イザベラの出自を根拠とする正当なるフランス王の称号を諦めなければならなかった。シャルル五世賢明王はフランス王位を継承し、 フランス側の戦線布告で1369年に交戦状態に陥り和平は破られた。この時はイングランド側が戦略的敗北に陥った。シャルル5世の戦略は城を攻撃することであり、そこではイングランドの勝利は以前のように容易ではなかった。そしてフランス王はイングランドとの戦争を極力避けた。 この重要な戦略によって、イングランドはアキテーヌなど掌握していた多くの領域を失ったが、ガスコ入ニは保持した。年老いたエドワード三世はもはや戦場に出て戦える状態ではなかった。エドワード・クロ大使は、不王より先に死去していたため、1377年にエドワード三世が死ぬとクロ大使の息子リチャード二世がイングランド王となった。 1396年に、リチャード2世が、フランス王シャルル6世教親王の娘イザベラと、結婚したことで和平が結ばれ、第2位の時代は終わった。しかし平和は長く続かなかった。1399年に、リチャード2世がアイルランドにいる間にヘンリー4世が、王位を散脱し、1403年に、フランス側の敵意を引き起こしたのである。 かくして、戦争の第三段階の火蓋が切られた。当初、ヘンリー4世は治療である、ランカスター公領に陰遁することを主張し、リチャード2世に対して、あなたの大いを剥奪する望みも権利もないと、書き送った。にもかかわらず、ヘンリー4世は、自らの大いを着実にし、リチャード2世は、廃位された。 国内の争いはヘンリー4世下の統治でのウェールズにおけるオワイングリンドゥール及び北部のパーシー一族の反乱で頂点を迎えた。しかしヘンリー4世は政治的立場を固めていった。内戦はフランスでも同じくアルマニャック派とブルゴーニュ派の争いという形で勃発していた。シャルル6世の弟であるオルレアンコ・ルイは ブルゴーニュ公じゃん無コア公の指示で暗殺された。このことは当初は、風文に過ぎなかったものが、ブルゴーニュ公国にはスキャンダラスな出来事であり、後にシャルル7世少量を巻き込むことになった。内戦を制するためにはヘンリー4世は重要な、同盟相手とみなされていた。そのためアルマニャック派は、見返りとして、アキテーヌのイングランドへの返還まで申し出て、 ヘンリー4世に軍事支援を求めた。ヘンリー4世は1412年にアルマニャック派を支援するための遠征軍を派遣した。両派が互いに迫害する形で内戦は続き、アルマニャック派によってソワソンは略奪され、ブルゴーニュ派によってパリは掌握された。ジャン・ムコワコは若い王太子シャルルと狂気の王シャルル6世の摂政であると主張した。 1413年に散脱者ヘンリー4世は死んだ。王位を継いだのは息子のヘンリー5世である。ヘンリー4世の知性の主な特徴は内戦と反乱だったため、ヘンリー5世は若い頃から不和を助けて戦闘に参加していた。ヘンリー5世の戦闘における最初の試練はウェールズで起きた。1403年のシュルーズベリーの戦いの指揮を 取ったのであるこの戦いで、ウェールズ軍の放った矢が、ヘンリー5世の方を貫いた。ヘンリーは、渋滞で意識も混沌としていたが戦場を離れず、イングランドの勝利を勝ち取った。ヘンリー5世はこれらの優秀なイングランド・ウェールズの、旧兵を、大規模な形で彼らを、アジャンクールの戦いで活用した。 ウェールズ人の独立精神を抑えつつ、ウェールズの城は一つ一つ落とされていった。ヘンリー4世が死ぬと、ヘンリー5世の弟クラレンスコートマスが、相続人として兄よりも支持された。フランス王大,大使は、イングランド領であったガス購入で、牛炎抜ことなった。アルマニャック派がガス購入を、自らの主権下に置こうとしていることをほのめかしているのは明白であった。 クラレンスコはイングランドからガス購入へ向かったが、ヘンリー5世はイングランドに留まった。これは、ヘンリー5世がイングランド王位を獲得する絶好の機会であった。正確に言うと、クラレンスコがガス購入にいる間に、ヘンリー5世はイングランド王位に就いたのである。ヘンリー5世は同時に、フランス王大,大使が思い描いていた、ギュイエンヌ統治を交わすことに成功した。 1413年に、ヘンリー5世は、統治を開始したが、フランスの内戦は続いたままであった。ヘンリー5世は、フランス王に拡大したアキテーヌ、ノルマンディ、プロバンスの港、アンジュ帝国に真珠を誓っていたかつての、ドゥルーズ伯領、メーヌ、アンジュ地方を要求した。フランスはこれを拒否し、無視した。28歳になった1415年に、 ヘンリー5世はアジャンクールの戦いに集約されるフランスへの侵攻を開始したのである。1415年8月11日にヘンリー5世はフランスへ渡り、アルフルールの要塞を包囲して9月22日に落とした。その後、ヘンリー5世軍はフランスの辺境を華麗に向かって行軍しなければならなかった。 1415年10月25日、アジャンクール村付近の平原で、イングランド軍は、フランス軍を迎え撃った。イングランド軍は消耗し、兵力では遥かに劣っていたにもかかわらず、ヘンリー5世は、数千人を打ち取ることで、フランス軍に決定的な打撃を与えた。イングランド側からの観点では、この勝利は遠征の第一段階に過ぎなかった。 このラテン語の契約は戦争後に多くの生み出されたものの一つであり、年代期などの長い交渉に由来する。アジャンクールの勝利から2年間辛抱を強く準備して、ヘンリー5世は1417年に大規模な形で戦争を再開した。テイノルマンディはすぐに征服され、ルーアンはパリから切り離されて包囲された。 フランスはブルゴーニュ派とアルマニャック派の構想で麻痺していた。ヘンリー五世は両派に対して軍事的接近を怠ることなく巧みに互いを争わせた。1419年1月にルーアンは陥落した。抵抗するノルマンディーのフランス人は厳しく弾圧された。イングランド軍捕虜を壁で公主刑にしたアラン・ブランシャルは同じ方法で処刑された。 イングランド国王を破門したルアンリツ州自祭のロベール・ドリベはイングランドに連行されて5年間投獄された。この戦争中、ノルマンディでは唯一モンサン・ミッシェルが包囲されながらも、牢情戦を耐え切った。ヘンリー5世とカトリーヌとの結婚式。同年8月までにイングランド軍はパリに迫った。フランス党派の暴略はモントルーにおける。 大体支持派によるジャン・ムコワ公暗殺で頂点に達した。新たなブルゴーニュ公、フィリップ全領公はヘンリー5世と結んだ。6ヶ月に及ぶ交渉の後、ヘンリー5世をフランスの多い継承者及び摂政と認めるトロワ条約が締結され、1420年6月2日にヘンリー5世はシャルル6世の娘カトリーヌと結婚した。 6月から7月にかけて、ヘンリー5世の軍勢は、モントルーの城を、包囲攻略し、さらに11月にはムーランを落とし、その後短期間の後に再び、イングランドへ帰国した。翌年に、ヘンリー6世が生まれている。1421年6月10日に、ヘンリー5世はフランスへ渡ったが、これが、最後の遠征となった。7月から8月にかけて、 ヘンリー5世の軍はドルを包囲、攻略して、シャルトルの軍と連携した。10月に、ヘンリー5世の軍は猛を包囲して1422年5月2日に、占領した。ヘンリー5世は1422年8月31日、パリ付近のバンセン無常で急死した。原因は、猛包囲中に感染した赤リであることが、明らかになっている。 35歳であった。死の前に、ヘンリー5世は、弟のベッドフォードコージョンを生後数ヶ月に満たない、ヘンリー6世のフランスにおける摂政に任命した。ヘンリー5世自身は、自らの王位が確約された、トロワ条約にのっとって生きた状態で、フランス王に退官することは叶なわなかった。ヘンリー5世を、自らの後継者に指名した、病弱なシャルル6世は、 ヘンリー5世よりも数ヶ月生き延びた。前年に生まれたヘンリー6世は、父から、イングランド王位を、数ヶ月後には、祖父から、フランス王位を継承した。イングランド王ヘンリー6世内しフランス王アンリ2世という一人の、君主の下で、連合体制が敷かれた。洋王ヘンリー6世の摂政をめぐる問題は、ベッドフォード公、ブルゴーニュ公。 フランス身分会議の会談で解決された。トロワでの取り決めによって、ベッドフォード公がノルマンディーを維持して、ブルゴーニュ公が、フランスの摂政となることが再確認された。ベッドフォード公は、ブルゴーニュ公は、ノルマンディーの保持者としての自らの地位を放棄するのでは、ないかと、今少し確信を持てないでいた。そこで5日後に、ベッドフォード校は、自らのイングランド及び、 フランスの摂政としての布告をロンドンに送った。ベッドフォード公は、ヘンリー5世に反対する理由がなかったが、仮に、フランス王の摂政になれなかったら、イングランド王の摂政になることになっていた。当時、ベッドフォード公は自らを未だに、ノルマンディーの支配者とみなしており、布告から6ヶ月後の11月1日に、ノルマンディーの長官は、ロンドンへ派遣された。 ベッドフォード公は、老いの英仏王ヘンリー6世のフランスにおける、摂政として姿を現した。同時に、トロワ条約が再確認され、ベッドフォード公は11月19日に、パリ高等法院において、フランスの摂政として統治し、フランスを良い方向に導くために身を捧げることになった。フランス王シャルル6世から直接引き継ぐことになった。 トロワ条約と1422年に法的なフランス王漢号が含まれるフランス王位を継承したことによってヘンリー6世は今やノルマンディーとガスコーニュを束ねるフランス王となった。ベッドフォード公は満足しイングランドへの帰国を求めなかったが死去ヘンリー・ボーフォートと論じるために1425年だけイングランドに戻った。 フィリップ全領公は父を王大使の部下に殺された後、イングランドの支援を必要としていたために、イングランドが望んでいた通りほとんど反抗することができなかった。ヘンリー五世の取り決めには致命的な欠点があった。最後の数日に至るまで、ヘンリー五世はシャルル六世よりも早く死ぬとは思ってもいなかったのである。その上、条約は死の淵にある。 ヘンリー五世の自由を制限していたのである。ヘンリー五世が作った取り決めには短期の場合と長期の場合を含んでいた。これがブルゴーニュ公国がイングランドと同盟し、戦場では一貫してイングランド側に立った主な理由であった。シャルル六世の死はアングロイ・コール・ブルギニョン同盟及び法的なイングランド・フランス連合王国に影響を与えることは 決してなかった。ブルゴーニュ人モントルレは、同時代の唯一の記録に、ブルゴーニュ公は、ベッドフォード公を摂政とさせるために、フランス王の摂政となることを断念した、と記されている。ブルゴーニュ公は、死の淵にある、ヘンリー五世の最後の言葉の記録を求めていたのでは、ないかとの疑問が募る。また、直接記録された演説は、 ブルゴーニュ公の再疑心をさらにかき立てた。これは、グロスター公ハンフリーを侮辱させ、その上、ヘンリー5世が、エクセター公トマス・ボー・フォートを、イングランドのセッションに留める発言をしたことが一層の拍車をかけた。しかし年代記は、1425年に、グロスター公がネーデルラントに進行したことで、 ブルゴーニュ公の敵外心をかき立て、あとの1436年にカレーを攻撃した、ブルゴーニュ公を、グロスター公が撃退したと記している。これは、事実を歪めている。モントルレは、ブルゴーニュ公国の自尊心を高め、なぜ、ブルゴーニュ公は1422年に摂政を蹴ったのか説明しようとする。セントオルバンズ修道院の年代記は、ブルゴーニュ公は、 フランスの摂政に一度も委任されなかったと記す。しかしこの年代記は、シャルル6世の死の数週間前で終わっており、その背景は記されていない。ヘンリー5世は、明確には、フランスの摂政を指名していなかったのかもしれないが、ベッドフォード子は、反対を受けなかった。グロスター公を、イングランドの摂政にするというヘンリー5世の望みは、論争を引き起こし、 イングランドの摂政候補に何人もが名乗り出た。ヘンリー5世が、ウェストミンスター寺院に埋葬された1422年11月7日。その意志は、グロスター公ヘンリー・ボーフォート・数奇教エクセター公をはじめとする貴族によって実現された。死んだ王の遺行はいくつかの同意の事柄を引き合いに、した。しかしすべてに至るヘンリー5世の方向性は、失われていった。 未だに、グロスター校に対する反対が存在していたのである。ベッドフォード校は将来フランスの摂政になることが、不確かであった頃の11月26日に、グロスター校の統治に対して、難色を示したのである。幾人かの統治者は、グロスター校の若さと評判を理由に、彼が摂政となる考えを支持したが、大部分の統治者はこの考えを嫌い。 1422年に、遺言補足書という形で、グロスター公に与えられた権限に対して、疑念を抱くようになった。グロスター公は、歴史内史は先例を根拠に考えを実現した。グロスター公は、1216年のことを研究した、つまり、ノルマンコンクエスト以降、最初の未成年の王イングランドがいただいた年である。グロスター公は、 若い王に与えられるはずの権威と尊敬とが自分にも与えられることを望んだ。グロスター公は同様の例として、ヘンリー3世が未成年の間、ヘンリー3世の導き手となった初代ペンブルック博、ウィリアム・マーシャルの例を精力的に調査した。貴族たちは今回採用されなかった、このマーシャルの先例は、 今の世に適応するにはあまりにも古すぎるものだし、その上、リチャード二世が国王として即位していたが、未成年であった時、リチャードの叔父である、ジョン・オブ・ゴーンとは、古問会議で、いかなる特別な地位も与えられたわけではなかったにも、かかわらず、ジェントリーたちの一般的な合意により、唯一の導き手などよりも、十分に効果的に王国を統治したと論じた。ベッドフォード校は、 フランスの摂政となった。なぜならば、フランスでは単一の摂政による統治が、古文会議による統治より好まれていたからであり、また、この二重王国は、単純に人的結合による同君連合であり、それぞれの王国では固有の慣習と伝統を保つことが許されていたからである。貴族たちは、グロスター公が摂政になりたいふりをしているときに、個人的に、 グロスター校を攻撃したくはなかったし、むしろ摂政を置くというヘンリーの意志を攻撃した。ヘンリーの意志は、ローマ法の影響を受けており、イングランド人の考えや伝統にはそぐわないものだった。グロスター校の代理人としての役割は、ヘンリー五世の死によって喪失したと言われている。グロスター校は弾き飛ばされ、断続的に開かれる。 顧問会議と同様に断続的に開かれる議会から許可された事柄に関してのみ行動した。しかしながら、このことは一つを撤回したわけではない。というのも、ベッドフォード公は、フランスの王位の継承者に指名され、同時に、イングランドの王位継承者にも指名されていたが、もし、彼がフランスから戻ってきたならば、グロスター公の筆頭摂政としての地位を、 古文会議の許可を受けて、フランスに戻るまで一時的に、ベッドフォード校が受け継ぐことになっていたからである。グロスター校のイングランドにおける地位は、厳密に制限されていたが、二つの王国は、しばらくの間は、繁栄を享受した。1420年のトロア条約は、アングロイ・コールブルギニョン同盟の政治的安定性を、達成した。 1423年の同盟にはさらに、ブルターニュ・コージャン・ゴセイも加わった。1428年までには、ソールズベリー博、トマス・モンタキュと率いるイングランド軍がロワールに派遣されて包囲が固まった。1420年代のガスコーニュは、北、フランスに、イングランドが持つ領域から、海と陸との両方によって隔てられて孤立している、ことを考慮に入れると、 この領域を手に入れようとするバロア家の試みから驚くべきほど無傷であった。ガスコーニはイングランドに親近感を抱く、フランス貴族によって強固に守備され、そこではフォアハクのようなラングドックのジェントリによる交渉が行われていた。カレーは同地の守備隊と羊毛を北ヨーロッパやイングランドに輸出し、ネーデルラントと良好な関係を維持している。 商業組合によって守備された。ノルマンディーとイルド・フランス地域は、フランス摂政ベッドフォード港によって、ランスは、ブルゴーニュ港によって守備された。唯一、敏感になった地方は、アングロイ・コール・ブルトン関係及びその姿勢が、イングランド南西部の聖会圏とガスコ入への、航海に影響を与えるイギリス海峡であった。ベッドフォードコーヒー5家での連合王家に対する、 ブルターニュ公の忠誠は、ブルターニュ公国の独立を内に秘めたまま維持されていた。ブルトン人貴族アルテュールドーリ・シュモンは、トロワ条約に、サインをするなどして、当初は、ヘンリー五世を支持して、イングランドから、トゥーレーヌ公に任じられたが、すぐにシャルル七世になびいて、そのシュート目であるヨランド・ダラゴンによって、フランス元帥に任じられた。イングランドが、 バロア家の領域を頻繁に攻めたことで、1424年から1426年にかけて、ブルターニュとの関係は悪化し始め、この時に開かれた戦争によって三部会が沿岸部のブルトン人の侵入者に警戒心を抱くことを明白にした。イングランドにとって、ブルゴーニュとの関係はより重要であった。ジャン五世のように、 フィリップ全領公もまた他の政治的望みを抱いていた。全領公が最も関心を抱いた事柄の一つに、ネーデルラントへ、自らの影響を及ぼすことがあった。ジャクリーヌ・ドエノーは1421年に、夫のブラバント公、ジャン4世の元からイングランドへ亡命し、1423年に、グロスター公と結婚した。このことは、ジャクリヌのヨハン世や敵対者が、 ブルゴーニュ港を後継者とみなした1423年、すぐにイングランドの介入を引き起こした。結果、グロスター港は、エノーで悲惨な損失を被った。ベッドフォード港は、自らの力を駆使して、同盟を補強した。イギリス海峡の守備は、アラスで、ブルゴーニュ港が離反した後でさえもほとんど影響が、なかった。1420年間のみ。 デボンやワイト島のようないくつかの側面地域は1426年に代表されるようなブルターニュの攻撃に対する軍事的光線を被った。ベッドフォード港自身がノルマンディーの未開拓地の自軍を支えるためにイングランドの財政援助に激しく依拠していた。ノルマンディ、ー、ガスコ入、カレーの歳入はフランスにおける海軍上の要塞と守備軍の強化のために すぐに値上げされた。二重王国制の考えは、イングランド人と北部フランス人の心の中に等しく新鮮に響き、フランスにおける完全な総主権の確立と、裏切り者のシャルル7世を罰するという新しい道徳的義務がもたらされた。1420年代に小規模な遠征隊が、フランスに派遣され、多くのイングランドのジェントリが、スランスの所有地を与えられた。 計画案は、ヘンリー五世下での上ノルマンディを征服した1417年に、支持され、ベッドフォード港によって復活させられた。モンサンミシェルを除くノルマンディの大部分は、安定した。ソンム川の河口にあるルクロトアは、バロア家が掌握していたが、ベッドフォード港が指揮するイングランド軍の手に落ちた。1600人に及ぶエクセター港を率いる、別の遠征隊は、 ランカスター家が支配するフランス領域を守備するために送られた。ノルマンディーの大部分が明らかにアルマニャック派の勢力圏外であっただけでなく、シャルル7世がブルージュに首都奥南部のロアール一帯も危うくなりかけていた。イングランドの戦略はより拡大されたが、その一方でセーヌ川とパリを飛び越えていた。ブルターニュに接する西方の国境も強化された。 1424年に、ベッドフォード公は三部会で、メーヌ・アンジューとピカルディを征服するために軍を派遣する、ことを宣言した。これは、メーヌ・ノルマンディー間のベルヌイユの戦いに至った。この勝利の後に、ベッドフォード公は、イングランドの征服者と評価する方が妥当だと、判明し始めた。同時にシャルル7世を支援し、彼のために戦ってきた。 スコットランド人に一撃を与えることになった。ベッドフォード港は広範囲にわたってメーヌを征服し、ロアールに面したことは、ヘンリー6世のフランス領域の首都はもはや、イングランド軍の構成状態が残っているのと同じくらいの長さの前線であった。ベッドフォード港は、ノルマンディーの住民を納得させ、ノルマンディーの人々は、植民地的支配や租税による、 財政的重荷をこむらなくて済むと宣伝した。1422年に、ヘンリー5世が死んだ後に、ベッドフォード公は、ブルターニュ公とブルゴーニュ公のランカスター家との関係を強固なものにするために条約を批准した。1423年のアミアン条約で、ベッドフォード公ジャン5世、フィリップ全領公の3人は、3者の同盟といずれかの、 死によって条約が執行することに同意した。同時に、ヘンリー6世をフランス王と認識し、三者が互いに兄弟のように接し、南方のシャルル王大使の支配地を征服することを確認した。トロワ条約を補強するために、フィリップ全領公の妹アンヌと、フランス摂政ベッドフォード公の結婚が同意された。二人の結婚式は、ヘンリー五世とカトリーヌが、 結婚式を挙げたトロワ大聖堂で執り行われた。主に政治的動機から行われたこの結婚は、後に、ベッドフォード校が、アンヌよりも14歳も年長であることを無視した、恋愛結婚に発展した。アミアンでの同盟は、ほとんど完全に掘り下げられたが、当年に、ブルターニュ校とブルゴーニュ校が会議を開いた際に、両派は、 仮にどちらかが王太子といつか和解するのなら友好関係を築くことに同意した。中間の時期に、ブルターニュ公とブルゴーニュ公は共に、ヘンリー6世を自らの主権者と認識していたが、ブルゴーニュが後に、アラスの和平でイングランドとの同意を破棄したにも、かかわらず、ブルターニュとブルゴーニュの友好関係は、未だ残っていた。 1424年までフランスの所領は、英仏の貴族から庶民に至るまで幅広く、売りに出された。1417年に、イングランドの移住者は、シェルブール、カーン、アルフルールといった、沿岸都市の購入地に到着した。しかし、イングランドがフランスを制御する、安全上の問題は、イングランドの兵士が、フランスの所領の処理のために高く評価された。 フランスの完全制覇がより現実に見え始めたのと同じくらいの熱狂は冷め始めた。グロスター公が妻、ジャクリーヌの権利を根拠として1424年にホラントへ侵攻した後、アングロイ・コールブルギニョン関係は緊張し始めた。加えて、ジャン5世下でのブルターニュの関心の喪失とシャルル7世の交渉は、ブルターニュの軍事的境界を弱体化させることになった。 1428年にはスコットランドはシャルル7世への支持を続けており、イングランドとスコットランドの関係は完全に悪化し、スコットランド国をジェームズ1世の娘とシャルル7世の息子、ルイの結婚を提案するために、フランスの施設はスコットランドへ派遣された。ノルマンディ方面の軍事は、今やベッドフォード港、ウォリック博、サフォーク博の3人に依存していた。 ウォリック博は、ブルターニュの攻撃にさらされているシェルブールを守るため、1426年にフランスに上陸した。イングランドと交争して1年後、ブルターニュは再びイングランドの風神となることを余儀なくされた。ベルヌユの戦いの後に民間による行政の必要性は少なくなった。1427年に、ベッドフォードコート、 その偉大な主人がイングランドに去った後に、守備と守備兵はゆっくりと分岐の管理を超えていった。同年には、アンジュへのさらなる進行を目指す、別の方法が描かれた。土着のフランス貴族は、アンリ二世を、自分たちの君主とみなしているが、軍事的行為には、否定的であり、イングランド軍兵士が三部会から、再び好意的な目で見られるには構成を実行する。 必要があった。このことは、ベットフォード公がイングランドに向けて、不在の時に決定された。オルレアンはアルマニャック派の最後の取り出であった。ソールズベリー博は、ブルゴーニュの同盟軍を加えた2400人で、1428年に、オルレアンの包囲を開始した。包囲開始時に、ソールズベリー博が死んだことで、 アングロイ・コール・ブルギニョン軍の規律は崩壊した。ジャンヌ・ダルクの登場で、フランス軍は、活気づき、これが戦争のターニングポイントとなった。ジャンヌ・ダルクは、オルレアンの包囲を解き、シャルル7世は、ランスで、伝統的なフランス王の戴冠式のやり方で、性別された。このことは、ウェストミンスターに大変危険なことであると報告された。パリにおける、 ヘンリー6世のフランス王としての退冠式がシャルル7世に対する唯一の宣伝による対抗手段であった。ベッドフォード校によって招集された、ボヘミアに送られるべき十字軍はすぐにフランスへ派遣された。ベッドフォード校は十字軍を断られたことに対するローマ教皇マルティヌス5世の怒りに対処する余裕はなかったが、パテイの戦いでの敗北は無視できないものであった。 ロワールの出来事は、英仏の軍事的体系に試練をもたらした。ヘンリー6世の生涯の中で最も有名な出来事は、二つの戴冠式である。最初は1429年11月6日のロンドンウェストミンスター寺院で、次に1431年12月16日のパリノートルダム大聖堂で、イングランドにおける戴冠式は、 オルレアン包位の崩壊に応じ、英仏議員によって根本原理を引き出した。ヘンリー6世のイングランドでの戴冠式は、すでに7年も延期されていたが、年齢による延期の理由はないとして、ベッドフォード校は、パリでの戴冠式を提案した。シャルル7世が、ランスでの伝統的な聖堂で、フランス王として戴冠することで、バロワケが成功を収めたことは、深い衝撃であった。 ベッドフォード公は、ヘンリー6世がパリで退官すれば、オルレアンの敗戦は帳消しになると信じて、ヘンリー6世のフランスでの退官式に、すぐに同意した。1429年7月16日のシャルル7世の、ランスでの退官式は、1420年代の、イングランド側の立場と比べると普通ではない、象徴的な出来事として重要性があった。しかし、 1427年の終わりまでフランスとイングランドは迅速に広範囲にわたってフランスを征服するという頂点を維持する戦略的軍事計画をめぐって言い争ってきた。パリ三部会はノルマンディ南東部付近はフィリップ全領港に割り当てられたことを知らせ、ベッドフォード港はノルマンディに集中させることができた。イングランド人はフランスにおける。 イングランド体制に懸念を示していた。彼らは、以前に、イングランドで体官を済ませた王が、フランスで体官する考えに賛成できなかった。1429年のジョンリードゲートによる詩は、ヘンリー6世が将来に相続すべきであろう、イングランドとフランスの二重の王権を率直に、述べている。フランス王シャルル6世とその孫である、 ヘンリー6世の相柄が直接の関連性を生み出した。ヘンリー6世の系譜には、聖王類9世の子孫とするものと、エドワード準教王の子孫とするものが並行して描かれている。これは、ジョンリードゲートの詩では言及されていないが、フランスの作品から幅広く翻訳されたことは、疑いようもない。しかし、1429年11月6日の王の、 体感式を描いた別の詩では、ヘンリー6世は両性王の子孫であることが言及されている。すべての美徳ですべて輝くあなたの父、幸福な生活を送るあなたの母方の血統である王妃、カトリーヌ、ウトクから湧き出る高貴な血筋は、必然的に良い果実に育たなければならない。そこでは、王は同時に、クロービス1世の子孫であることも言及されている。 神は天使を使わすことで、ヘンリー6世のフルールドリスカでのイングランドとフランスを保障し、完全な信仰と三一体による普遍の三者の連合を示している。実際の声優式と大冠式は、ボーフォーと数奇教によって取り行われた。1430年4月23日、ヘンリー6世はフランスで大冠式を取り行うために、 ボーフォート数キ教ベッドフォード港、テルアンヌ、ノーフォーク、ボーベ、エブルーの各司教と共にドーバーを立った。1431年12月16日にフランスでの大冠式を行う途中でパリ郊外にあるフランス王の聖なる埋葬地であるサンドニ大聖堂へ旅をした。二日より早い最初にキリストが再臨した日曜日に ノートルダム大聖堂をにて、大冠式は鮮やかに執り行われた。ヘンリー6世は25人のトランペット隊と2000から3000人の衛兵に先導された。王室の随員によって執り行われるパリへの外線ルートは大概、北から入る。トランペットをなびかせて、フルールドリスが舞う中、王の宮殿に至るセーヌ川の橋を、行列は進む。そこで、若い王は、 サントシャペルの聖遺骨に接吻をした。道筋は、して島の正方部分に移って聖堂は鮮やかに見えなくなり、そしてベッドフォード公夫妻が待つ東部のオテルデトゥルネレへ向かった。この日、国王は、死の東部で、自らの大冠式を待った。ノートルダムに捧げるための準備は取り行われ、黄金の服は、大冠式の日のために仕立てられた。 立派に掲げられた、後段にて性別され、体幹した主権者は座っていた。階段は、頂点から、フルールドリスが添えられた青色の布で覆われていた。体幹式の間、パリの聖堂の聖歌隊に、伝統的に多生の形態で歌うイングランド、王室協会聖歌隊も加わっていた。再び、実際に、体幹式を取り行ったのは、暴風と数機教であるが、 彼の立場は、実際には、パリ司教に、保持されていたものであった。パリ司教に、さらに衝撃を与えたのが、別の立場を任命された暴風と枢機教が、教会に仕える聖なる、ミサの部分を演じたことである。体冠式は、二重の決闘を示すこととフランス人が、シャトレーのタブローを演じることで重要な儀式の、形態を有した。 フランスの盾として捧げるブルゴーニュ公とその息子であるヌベール・ハクを演じる役者とイングランドのライオンの防壁として捧げるベッドフォード公夫妻を演じる役者のもとで英仏の王を表す黄金のフルール・ドリスを身にまとった少年の頭上には二つの王冠がバランスよく掲げられていた暗い影を与えたのはフィリップ全領公がリールで ガーター騎士団に任命されて以来1430年から1432年にかけて自らが認識した主権者と全く合っていないことであった。輝かしさと栄光とは裏腹に大冠式は局面の打開には至らなかった。ブルゴーニュに対するイングランドの疑念は大冠式の3日前にフィリップ全領校がシャルル7世と6日間の休戦を 結んだことが判明したように、実質的な戦闘の目立った、関心事となった。大冠式は、ボーフォーと数機教幾人かのイングランド人と、親衛的なフランスの司教によって取り行われた、純粋に、イングランドの出来事であった。大冠式は1マイル置きに、イングランドの領域を侵食するバロワ家の脅威への抵抗になり得なかった。ヘンリー六世は、 自らのフランスにおける王国にわずか2年間だけ、君臨した後、カレー経由でイングランドに帰国して、二度とフランスに足を踏み入れることはなかった。このことは、あと1432年の後半になって、カンタベリー大司教により、ヘンリー6世はフランス滞在中に、自らの望む成果を達成することができず、実際には、ノルマンディーにおける、 イングランドの力は弱まっていると確信させるに至った。ベッドフォード校は1432年の妻、アンヌの死のためもに服しており、シャルル7世によって、新領土は奪われていった。5ヶ月後に、ベッドフォード校は、フィリップ全領校を信用しない、リュクサンブールリニケ出身のジャケットと再婚したことで、ベッドフォード校とフィリップ全領校のアンヌを介した。 個人つながりが喪失して、以来のアングロイコールブルギニオン関係の緊迫は目立ったものになった。最後の3年間がイングランドを軍事的委託に借り立て、フィリップ全領公は戦争は自らにとって非常に負担が大きいものであることを悟った。ありがとうございます。